い、くまさんこんにちは。なんと今日はフリースタイル小山スポフェスに遊びに来ました。見てください、スポフェスです。会場2つで体験ブースと、あとはなんかグッズとかいろいろ売っているブースが分かれて小山市の体育館でやっております。もうね、さっきねぐるっと遊びに行かせてもらったんだけど、いやすごいね。なんと地元のサッカーチームから野球チーム、並びにねバレーボールの試合が今回ね行われるということでね、楽しみだね。僕らはね実際に体験ブースと、あと、物販のコーナーに行ってみていろいろやってみたいと思います。それじゃあレッツゴー。はい、木本さんこんにちは。そして木本さん、パワースポットオーナーの塩戸前オーナーです。久しぶりの再会ですね、熊さん。そしてあのダイエット企画から早、ね、もう2ヶ月、3ヶ月、どうですか？戻りました戻った、熊さん戻ってしまったと。ちょっとでもまあ残ってます、筋肉は残ってるそうです。テストがあって、テスト勉強でストレス溜まっちゃったんで食べちゃいます。なるほど。でもね、またすぐね、パワースポットさんに行けばね体重、体も戻せるしね。え、今日は何を遊ばせてもらえるんですか？今日はフィジカルチェック。フィジカルチェックです、熊さん。ちょっと行ってみましょう。行くよ、よーい、スタート。ヘイヘイヘイ。届いてないよ、熊さん。届いてないよ、熊さん。届いてないよ。クマさん、クマさん、全然届いてないよ。大丈夫ですか？動ける、動ける。ありがとう。続いて何やりましょう？クマさん、続いて。両足ジャンプ、どちらで？ここから下に行くよ。オッケー。80センチ。これどうなんですか？飛べるクマ。飛べるクマ。クマさん、飛べるクマって。全部やっちゃうと倒れちゃう。バネを持っているクマか、パワーを持っているクマか見ましょう。果たして小山クマさんはバネなのかパワーなのか分かるそうです。かっこいい、光ってる。やり方は2種類。3回ジャンプ、それをまずやってみましょう。3回ジャンプ、ピョンピョンピョンで、お願いします。21センチ。もう何か分かるみたいです。23.7、何か分かるそうです。バネです。小山熊さん、実はバネの人らしいです。パワーではないです。でもアスリートはどっちかといったらバネの方がいいので、アスリート、熊さん、アスリート向きらしいです。おー、OK、ありがとうございます。次はね、熊さん、蹴れる？蹴れる？いいですか？ちょっと待ってね、クマさん、ちょっと待って、クマさん、ちょっと待って。よし、あと1回です。クマさん、1本しか倒れてないよ。ありがとうございます。さあ、クマさん、なんとこの後ストラックアウトに挑戦します。どう？野球は？まだバッティングの方が得意だね。ピッチングはね、まだ未知数だね。めっちゃうまいな。
上げないよ、上げないよ。どうも、ありがとうございます。あ、好きなんですか。ありがとうございます。ぜひ YouTube YouTube で使ってるんでチャンネル登録お願いします。いやー、くまさん楽しかったね、スポフェス。本当にね、なんかね、いろんな人たちが来ていてね、体験コーナーも楽しかったね。そしてね、なんだって小山くまグッズもね、たくさん売っていたね。いいね、小山市のイベントで盛り上がっていてとても素晴らしい。この体育館もね、新しくてね、いいね。じゃあ次はどこに遊びに行こっか。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくね。それじゃあまたねー。